川崎ボイジャーとは、川崎重工業が製造を販売していたオートバイの車種である。ボイジャーのサブネームを持つ車種として、ZN1300 ボイジャーと ZG1200 ボイジャーがある。1983年にフルパッケージツアーラーとして、ZN1300 ボイジャーが発売された、KG1300 バイトツーリングの後継モデルとして、 前モデルよりもさらに豪華な装備が与えられた。その3年後の1986年にはツアラーとして新たに z g 1 2 0 0ボイジャーが発売された。z g 1 2 0 0ボイジャーでは新たに水冷直列4気筒 DOHC4 バルブ 1196cc エンジンが採用された。ボイジャーのサブネームは 2011年以降にバルカンシリーズの 1700cc クラスの派生モデルにも使用されている。z n 1 3 0 0ボイジャーは1983年に発売された。ロードモデルの KG1300 をベースとする仙台の KG1300 バイトツーリングが専用の大型フロントカウル、サイドボックス、テールボックス、 オーディオなどの快適装備が搭載したのを受け継ぎ、前後セミエアショックとともにエアコンプレッサーがおごられ、ヘビー級の車体がスムーズに立てられるように二段式のセンタースタンドとなるなど、より充実した装備を備えた。エンジンは、Z1300K の後期型同様に、クランクケースが回収された。 水冷直列6気筒 DOHC2 バルブ 1286CC エンジンを搭載。キャブレターではなくインジェクションを採用し、専用フレームが与えられた。1983年の A1 から1988年の A6 まで発売された。z g 1 2 0 0イジャー g は1986年に発売された。エンジンは新設計された。 水冷直列4気筒 DOHC4 バルブ 1196cc エンジンを搭載。インジェクションではなく、キャブレターであった。装備は、ZN1300 ボイジャーと変化はなかったものの、乾燥重量は 100kg 軽くなった。1986年の ZG1200A から1987年の ZG1200 バイトとなり、2000年まで販売された。 ZG-1200Voyager 用に設計されたエンジンは、後に回収されて、Zephyr 1100に採用された。空冷化と排気量と縮小がなされ、1気筒あたり2本のスパークプラグを使用する方式に変更された、空冷 DOHC2 バルブ 1062CC エンジンは、1992年に発売された、Zephyr 1100に搭載され、 2006年の最終型まで使用された。ありがとうございます。